ザグレブなんですけども、結構レストランがいまいちなんですよ。ここで穴場なのが地下市場です。地上の市場もいいんですけど、地下はかなり地元の人たちが買いに来るんですよね。まあ、なんで本当に新鮮なトマト1パックが170円とか、ステーキもいくらだ400円とか、500g で400円とか、まあ、ありえない値段で肉もチーズもサラミも買えるんで、もしですね、宿泊先にキッチンが使えるホステルなどを使っている方は、まあ、ぜひ地下市場を、ザグレブは地下市場、もう野菜も肉も新鮮そのもの。いやー素晴らしい、がっつり買い込んだんで、地元のね美味しい味をシンプルに調理していただきたいなと思います。ここは外食よりも地元の食材をシンプルに、ソテーしたり、下手なレストランよりも絶対買って調理した方がいい、それがザグレブです。ザグレブは市場だよ。Thank you. Bye. Thank you. すごいよこれ。桃がこの重量で170円ですよ。さて、ザグレブで市場で買ってきたものをちょっと確認しましょうか。このね、色鮮やかなトマト1パック170円です。このね、クラッドピーチ、イギリスとはね段違い、イギリスの2倍、 2.5 倍ありますからね、大きさが。これがこの1袋これで10クローナ、170円です。そしてね、極めつけはね、このマスカット、これで10クローナ、170円です。食べきれない。この酢の物ですね、ザワークラウトみたいな、これで、70円です。ポークとビーフ2つステーキ買いましたけど、これもねありえない値段だったな。340円ぐらいですか。肉がね暑いんで、火を通すのは結構大変。これが技術言いますか。新鮮な肉、市場で買ってきたやつを見てみましょう。半分レアですよ。火を通すとまた一段と美味しいですからね。